ブーン、ブーン。こんにちは、ミントです。 F1 の世界で活躍すればありえないくらいの報酬を得ることができ、その額はトップドライバーともなれば年間数十億円にもなります。スポーツ選手にはマネージャーやチームに選手を売り込む代理人もいます。野球のメジャーリーグでは敏腕代理人が多く、ヤンキースと田中将大の間での100億円以上の交渉をまとめた代理人のケイシー・クロース氏はその契約だけで5億円以上を稼ぎ、そのような代理人は数多く存在しています。当然ながら F1 ドライバーにもマネージャーがいて契約交渉をし、そこから報酬を受け取ったりしていますよね。今回は長年関係を続けていると思われるフェルナンド・アロンソとフラビオ・ブリアトーレの関係について見ていきましょう。レースには全く興味がなかったフラビオ・ブリアトーレはアパレルブランドベネトンの創設者であるルチアーノ・ベネトンと出会い、ビジネスパートナーになったことがきっかけで人生が大きく変わっていきました。ベネトンが米国に進出した際には責任者を任され、フランチャイズ契約を結ぶごとに高額な報酬を得ることで一躍大富豪になりました。その手腕が認められ F1 に参戦するベネトンはフラビオ・ブリアトーレにチームを託しました。その後ブリアトーレはジョーダンで衝撃的な F1 デビューを果たしたミハエル・シューマッハを引き抜き、他チームからは各部門の精鋭を獲得し続け、勝てるチームを作り上げていきました。そして1994年に見事にダブルタイトルを獲得したのです。シューマッハはその後フェラーリに移籍し、ブリアトーレとの関係も解消したかのように距離を置くようになりました。ブリアトーレはまさにお金の亡者さんで、多くのドライバーに目をつけ、マネージメント契約を結び各チームに売り込むなどし、その見返りとして高額な報酬を得ていました。2000年には当時国際 F3000 で活躍していたフェルナンド・アロンソに目をつけ、マネージメント契約を結び、2001年にはミナルディから F1 デビューさせました。その後2002年からはアロンソを自らのチームであるルノーのレギュラードライバーにし、2005、2006年には2年連続で王者シューマッハを倒しタイトルを獲得しました。その翌年の2007年、アロンソはチャンピオンチームを離れマクラーレンに移籍しましたが、その当時を振り返りブリアトーレはこう語っています。アロンソはマクラーレンに行ったが、私は不満だった。シューマッハがフェラーリに行くのとはわけが違うからね。私はアロンソに、マクラーレンにはルイス・ハミルトンがいる。彼は私たちの関係と同じで、ロン・デニスの支配下にある。ロン・デニスに守られている彼と戦うことになるだろう、と念を押していたんだ。このコメントからは、アロンソがブリアトーレに嫌気がさしていた可能性も感じてしまいますよね。しかし、アロンソはマクラーレンを1年で離脱し、ブリアトーレのルノーに舞い戻りました。2008年にアロンソのチームメイトを務めたのは、ブリアトーレとマネージング契約を結んでいたネルソン・ピケ・ジュニアでした。そしてあの有名なクラッシュゲートが起きたのです。このようにブリアトーレはその才能を絶賛し、自身の報酬にもつながるアロンソを溺愛し、どのような手を使ってでも結果を出そうとしてしまいました。そんなアロンソがフェラーリに移籍しても2人の関係は続いていたと言われており、クラッシュゲートで F1 から追放された後もブリアトーレはアロンソから報酬を得ていたとも言われています。現在でもブリアトーレはアロンソの F1 復帰を全力で後押ししていますが、もしかしたらそれは自身が得る報酬のためなのかもしれませんね。このようにあからさまにどんな手を使ってでも勝ちにこだわるブリアトーレはまさにお金の亡者さんですが、現在の F1 には良くも悪くもこのようなキャラクターは必要なのかもしれませんね。最近ではマネージャーをつけず自ら契約交渉をするドライバーも増えてきています。実力があり結果を残していれば自信を持って契約の交渉もできますよね。高額報酬を稼ぐ F1 ドライバーは常にお金の亡者さんが集まってくるので、それにうまく対応することも非常に重要になるかもしれませんね。皆さんはアロンソとブリアトーレの関係はどう思いますか？それでは
次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。